皆さんこんにちは、パツセム編集部セセリくんです。本日はビスティさんの最新台 P 宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たちを仕出しにやってまいりました。デモ画面でボタンを押してもらってカスタマイズ、開けるんですけれども、レバブルアップとインパクトフラッシュアップというカスタマイズが設定することができまして、レバブルアップっていうのはもう書いてる通り変動開始時のレバブル発生率アップってことで、レバブル自体が、まあ、白でも信頼度8割オーバーになってくる予告でして、まあ、それが初当たりにまあ絡みやすくなるよっていうカスタマイズなので、レバブル絡みで当たりが見たいなって方はぜひ設定していただいて、であとインパクトフラッシュアップっていうのも、ビスティ機種のまあ一発告知の音があるんですけれども、まあ、それの発生率がアップってところなので、これもまあ先に大当たりを察知したい方は設定していただければなと思います。